早速ですが、どんな食中毒予防をしていますか？食中毒と聞いてドキッとした人いませんか？飲食店で働く皆さんにとって食中毒は起こしてはいけないものです。とはいえ、ニュースで目や耳にすることが少なからずあるのも事実です。でもしっかりと対策をすることで防ぐことができますよ。この授業では食中毒予防の基礎についてもう一度学んでいただきたいと思います。それでは始めます。まずはおさらいしていきましょう。食中毒は細菌やウイルスに汚染された食べ物や飲み物を口にすることによって起こる健康被害のことです。腹痛、下痢、嘔吐、発熱などの症状が起こります。飲食店に求められる食の安心・安全、もし食中毒を起こしてしまうと大切なお客様に健康被害が発生してしまいます。大変な問題です。そしてお客様の信頼も失ってしまいます。また食品衛生法第6条違反により行政処分などを受けることになります。一度失った信頼を取り戻すのは簡単ではありません。鳥取県では過去10年間147件の食中毒が発生。そのうち42件が飲食店で発生しています。多いと感じますか？少ないと感じますか？食の安全のために食中毒予防はなくてはならないものです。続いてはどうして食中毒が起きてしまうのか、その原因を学んでいきたいと思います。食中毒の主な原因に細菌とウイルスがあります。まずは細菌。細菌は温度や湿度などの条件が揃うと食べ物の中で増え、それを食べることにより食中毒を引き起こします。 O157 やサルモネラ菌など牛や豚などの動物の腸内にいる細菌です。つまり食材にも付着している可能性があるものです。細菌が原因となる食中毒は夏場に多く発生しています。細菌の多くは室温およそ20度で活発に増え始め、湿気を好みます。そのため梅雨の時期には細菌による食中毒が増える傾向にあります。そしてウイルス。ウイルスは食べ物の中では増えることはありませんが、食べ物を通じて体内に入り人の腸管内で増え、食中毒を引き起こします。ノロウイルスがよく知られています。感染力が強くて少量でも手指や食品などを介して口から感染します。そのためその多くが調理従事者の手指を介した二次汚染によって発生しています。ウイルスが原因となる食中毒は冬場に多く発生しています。ウイルスは低温や乾燥した環境の中で長く生存するためです。感染力が非常に強いため他の食中毒に比べ1件あたりの患者数が多く、食中毒患者数の4割以上を占めるというデータがあります。細菌とウイルスはどちらも目には見えない小さなものです。細菌やウイルスは私たちの身の回りあらゆるところに存在している可能性があります。肉や魚などの食材には付着しているものと考えておきましょう。いろいろなものに触れる自分の手にも付着していることがありますし、きれいにしているキッチンでも菌は存在しています。特に食器用スポンジや布巾、シンク、まな板などには付着している可能性が大いにあります。食中毒といってもその原因は様々あります。
主な原因の細菌とウイルスは全くの別物であり、その予防方法にはもちろん違いがあります。食中毒予防には3原則があります。つけない、増やさない、やっつけるです。大切なことなのでもう一度言います。つけない、増やさない、やっつけるです。つけない。手にはさまざまな菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物につけないように必ず手を洗いましょう。また生の肉や魚などを切ったまな板などから野菜などへ菌が付着することもあります。布巾やまな板、包丁などの調理器具は肉や魚、卵などを使った後は特に洗剤でよく洗いましょう。そして殺菌などしましょう。ノロウイルスはアルコール消毒の効果があまりありません。十分に洗剤などで洗浄した後、次亜塩素酸ナトリウムで浸すように拭き消毒しましょう。これらを定期的に行いましょう。食品の保管の際にも、他の食品についた細菌が付着しないよう密封容器に入れるなどしましょう。増やさない。細菌の多くは高温多湿な環境で活発に増えますが、細菌は10度以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15度以下では増殖が停止します。食べ物に付着した菌を増やさないために低温で保存することが重要です。肉や魚などはできるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。冷蔵庫に入れても細菌はゆっくりと増殖しますので、早めに使用することも大事です。やっつける。ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。肉や魚はもちろん、野菜なども加熱すると安全です。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。目安は中心部を75度で1分以上加熱すること。ただしノロウイルスは手ごわいため、中心部を85度から90度で90秒以上の加熱が必要です。布巾やまな板、包丁などの調理器具については、特に肉や魚、卵などを使った後は洗剤でよく洗いましょう。そして熱湯をかけて殺菌するなどしましょう。ウイルスの場合は食品の中で増えないので、調理場へウイルスを持ち込まない、広げないことも重要です。持ち込まない。調理するスタッフが調理場内にウイルスを持ち込まないためには、ウイルスに感染しないようにすること。もし感染した場合は調理場内に入らないことが必要です。そのためにも日頃から健康管理や健康状態の把握を行い、嘔吐や下痢の症状がある場合などは調理を行わないようにしましょう。広げない。ノロウイルスが身近で発生した時には、感染を広げないために食器や環境などの消毒を徹底すること。また嘔吐物などの処理の際に二次感染しないように対策することが重要です。感染者が使ったり嘔吐物がついたりしたものは、他のものと分けて十分に洗剤などで洗浄した後、熱湯で1分以上加熱するか、次亜塩素酸ナトリウムに浸して消毒しましょう。ドアノブなども次亜塩素酸ナトリウムで消毒しましょう。嘔吐物を処理するときは、使い捨てのマスクやガウン、手袋などを着用し、ペーパータオルなどで乾燥する前に除去。嘔吐物の付着していた場所を浸すように次亜塩素酸ナトリウムで拭き取りましょう。拭き取った嘔吐物や手袋などはビニール袋に密封して廃棄しましょう。換気をする際は
屋内への拡散防止のため、嘔吐物処理が終わってから空気の流れに注意して行いましょう。食材の受け入れ時や保存するとき、調理の場面などなど、細菌やウイルスが付着するタイミングはあります。しっかりと予防していきましょう。食中毒予防には何といっても手洗いが基本です。調理施設に入る前、盛り付けの前、生肉や生魚を扱った後、トイレの後などなど、衛生的な手洗いを行いましょう。綺麗に見えていても手は汚れています。特にノロウイルスはアルコール消毒の効果があまり期待できませんので、石鹸を使ってよく手を洗い、ウイルスを手から物理的に落とすことが重要です。食中毒予防について学んでいただきました。まずは食中毒を知り理解すること、そして対策していく。食中毒を起こさない飲食店を作っていきましょう。これで授業を終わります。みんなで目指そう食中毒ゼロ。